北口中上駅は東京都秋島市朝日町一丁目にある東日本旅客鉄道大梅線の駅である。駅番号は JC53。大梅鉄道の開業当初、立川灰島間に駅はなかった。中上村では1896年駅設置を決議し敷地寄付近を募り98円余りを徴収していた。さらに中村外八家村組合においても、 駅設置を決議し1898年に、組合村有志は、大梅鉄道に対し新駅設置を申請した。こうした村民の強い期待は10年後の1908年に、実ることになった。相対式ホームに面2線を有する地上駅で、京上駅舎を有している。改札内は各ホームへのエレベーターが設置されている。他、エスカレーターも階段に併設して2人用が、各ホーム、 秋島方に上りのみある。秋島市管理の自由通路は、南口が上部が線路に垂直、下部が線路に平行に南北両方向へ分かれる配置となっており、後から設置されたエスカレーター2機の乗り継ぎ踊り場付近と階段にはかなりの高低差がある。北口は一般的な線路に平行に左右に分かれる階段であり、 秋島方の階段に二人用の上りエスカレーターが併設されているほか、エレベーターも南北各出口に一基ずつ設置されている。JR 東日本ステーションサービスが業務を受託する業務委託駅である。自動券売機三台、自動改札機、自動生産機が設置されている。初電6時30分は無人となるため乗車券を購入する場合は、 乗車駅証明書を取って乗車し、着駅で生産しなければならない。かつては緑の窓口が設置されていたが、2005年に廃止され、跡地には、もしもし券売機カエくんが設置されたものの、2012年2月22日をもって営業終了し撤去された。改札内競場に売店キオスクがある。エレベーターとエスカレーターは2007年4月に、 出入り口と自由通路を結ぶ施設が、2008年3月に、コンコースとホームを結ぶ施設がそれぞれ完成した。1989年12月の強定化から、これらのバリアフリー設備が整備されるまでの間、車椅子利用者向けに、道路からプラットホームへのスロープが設置、設置時期不明され、入り口脇に設置されたインターホンなどでの連絡の上利用することが可能、あった。 1978年6月まで貨物営業も行っていたためその跡地が長らく北口に残っていたが再開発により姿を消した。2020年度の1日平均乗車人員は9105人である。近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通り。駅前に商店街、その周りには住宅地域が広がる。駐車区天候資料。 プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。